町を流れる木曽川はヨーロッパのライン川に景観が似ていることから日本ラインと呼ばれ、堤防沿いを散策することができます。そんな坂保木町に地元で大人気の中華食堂が。そうよね、実家みたいなもんやね。おー、まあ、そうやね。ここへ来んこと一時始まらんね。ここ上海亭でお客さんを虜にするメニューがこちらの超豪華な中華モーニング。人気の3種の点心には珍しいちまきシューマイが。他にもキクラゲあえや野菜雑炊など日替わりのおかず全7品とドリンクがついてボリューム満点。またその値段が衝撃で、これでって思うぐらい値打ちだと思います。モーニングなんだけどもうランチのレベルですよね。安いね、安い、なかなかないですよね。なんとこの中華モーニング480円と破格の安さ。ワンコインでしたら来やすいなと思ってそれで値段を設定しました。このお店を知っていただくための一つの方法だと思ってやっております。さらに一日モーニングやもんでね、ここ一日中モーニングやるのさ、一日中モーニング、はい、朝10時から夜10時まで一日中食べられるんです。地元の方に中華料理のを広めて楽しんでいただけたらなと思って。他にもメインが13種類から選べる定食も大人気なのですが、創作メニューもあるそうで。ここでクイズです。私が激推しするメニューは何でしょう。 A ピザ餃子、 B マーボーパンタ。正解は A ピザ餃子です。こちらがイタリアンと中華の王道メニューが出会ったピザ餃子。餃子にはピザソースがかかり、羽部分にはチーズが。上海の方でもレストランをやっておりまして、ピザと餃子を融合させてやったら面白いなと思ってメニューの一部にそれを入れた。すごい反響があったんです。しかし上海亭では通常の餃子が人気すぎてピザ餃子はあまり知られていないんです。そこで常連さんに食べてもらうと、美味しい。このチーズとこのケチャップがとても合った感じがします。実際子供でも好きそうな味です。オーナー激推しのピザ餃子、皆さんもぜひ。